テクテク歩いて行こう。はい、ということで、はい、新しいタンクポップ号が、タンクポップのタンクが今日納車でございます。イエーイ。ありがとうございます。各のお隣の方をじゃ、はい、紹介していただいてよろしいですか。はい、今回担当していただいた今津さんでございます。今津さん、ありがとうございました。こちらの場所についてはじゃあ、はい、越谷市の東越谷にございます、ネッツトヨタ東埼玉のマイネッツ東越谷っていう店舗になります。ちょっと近くに違うお店あるんですけど、お間違いないように東越谷店でございます。ね、はい、いやかっくん、はい、じゃあもう担当直入にね、うん、車はもう変えなくちゃいけないっていうタイミングではあったとは思うんですけど、うん、そうですね、はい、なぜこちらでこう決定したっていうなんかありますか。ね、やっぱりタンク、まあ、最初はね、冷やかしのつもりで来たんですよ。冷やかしだったんかい。で来たんですけど、ちょっとタンク見せてくださいって言ったら、まず最初に試乗させてくれたんですよ、うん、あ、そうだったね、うん、でいきなり車乗せてもらって、ちょっとぐるーっと回ってきて、まあ、乗った感じもいいなってことで、うんうん、でその後、うん、いろいろお話聞いたら、まあ、今津さんが親切で、何をおっしゃるんですか。本当ね、いろいろ詳しくは言いませんけども、うん、お値段的にもかなりのサービスをしていただきまして、そこ今津さん結構頑張ったんじゃないですか。そうですね、身長ともどもでぜひ5年後の、ね、夢の実現のためにっていうので、何かお力添えができれば。ちょいちょいだって上司の方に相談に行ってましたもんね。そうですね、私持ってるところちょっと超えてて、でね、その試乗してる時からの会話から、うん、本当に今津さんの人柄というかね、うん、親身にこちらのことを考えてくれてるなっていうのが伝わったので、うん、あ、それは私も思ったね、うんうん、本当にとてもいい営業さんに当たって良かったです。じゃあ今津さんは、はい、ここもう、もう正直におっしゃっていただいていいんですけど、はいはい、なんでこう自分が売ることができたかっていうのって、そんな売ることかなって言います表現が。いやもうだってこれね、 YouTuber の YouTube やってる方で、うん、営業やってる方っていっぱい見てると思うんですよ、うん、そうですね、だから今、はい、制約したわけじゃないですか、うん、その勝因はどんなことに心がけてとか、失礼な表現かもしれないですけれど、うん、まあ、物はもちろんね、同じものではあるんですけれど、うんうん、やはりちょっとね、私も営業って人間として、うん、でお客様もね、人間としてっていう、そのちょっとフィーリングのところが、うん、もしかすると加瀬さんの何かに通じるところがあってちょっとご縁があってご制約いただけたのではないかなと。特にね、口が正直私うまいわけではないので、いやね、ずっと商談中も なんていうかな、うん、こちらの気持ちを汲んでくれて、そこだよね、うん、単純にもう巡り合わせ で、ね、はい、いい機会をいただいたんだなっていうふうに私は思ってます。さすがです ね、なんか私は一緒にいて、うんうん、なんだろう、その別に多分ね、どういう関係なんだろうこの女の人はって正直思ったと思うんですよ。あれご夫婦じゃないっぽい、まあ、芸術家さんとかなんかそっちの方なのかなっていうのは少し感じちゃいました、はい、でね、その、うん、あ、音楽をやってるんですねみたいなことになって、はいはいね、うん、あ、どうやらこのユニットで、うん、まあ、買うのはカスヤさんなんだけど、多分決定することに関して決定権を持ってるのは女性の方だなってどこかで気づくタイミングがあったと思うんですよ。そうですね、あ、はい、僕この人にも気に入られないと買ってもらえないみたいなことは多分ね感じ取ったはずなんですね、はい、ですね、はい、それは大正解で、うん、これナンバーを公開はしませんけど、はい、ナンバーもね、これ今津さんこれ分かる？これどういう意味か。私、そう言っちゃってるし、はい、言っちゃいました、すいません。いやでもこれ晒して走るものですから、はい、そうなんですよ、なんかね、だから素晴らしいですね、その頃、はい、いや羨ましいな、なんかそんなサンキューなんて言ってくれる人がねそばにいるっていうのは。しかもガイアちゃんナンバー、いや本当そうですね、カラーのね、ぜひこの星ガイアティーチを、はい、じゃあかっくん、はい、そんな気持ちを受けて、はい、
5周年っていうねワードが出ましたけど、はい、どこ目指すんでしたっけ？5周年は日本武道館です。あの今あのナビの説明を受けたんですけど、はい、とりあえず行き先どっか決めてくださいって言われて、はい、日本武道館で検索しましたんで、履歴に一番最初の履歴に残してありますので、はい、行かなきゃね。行きます。ただ行くだけじゃダメだから、ね、うん、あでも行くこともしようよ、新しくなった車で ね、はい、本当にね。じゃあ今瀬さん、はい、じゃあもうこれ YouTube デビューということ で、はい、であのご覧の皆さんに一言いただいて終わろうと思うんですけれども、うん、ありがとうございます。まあ、ちょっとご縁があって今回ちょっと YouTube にも出させていただいてるんですけれども、はい、ぜひあの越谷近辺にお住まいの方もそうですし、あの埼玉県の方、東京もね少し近いので、ちょっとトヨタの車欲しいなっていう方、うん、今年の5月からはどのトヨタ車でも販売ができますので、あ、そうだ、はい、うん、そうなんです、そうなんですね、クランでもハリアでも何でもご紹介ができますので、ぜひ東越谷店の方にぜひ今津宛てにいらしていただければと思います。だってさ、この近く、サイちゃんの近くだったりするんだよね。そうですよ。サイちゃんの近くって誰だっていう感じだと思うんですけど。お友達。あのサイちゃんってあの鉄板焼きステーキイマジンさん。ああはい。はい。あの結構仲良くしてもらってるんで。ああそう、はい。大変お世話になってるんだよね。はい。ぜひお近くなので、まずはステーキを食べて、はい、ちょっと車を見て、はい、トヨタ車が欲しかったらもう必ずマイネッツ東越谷に来るように、はい、今津さんご指名で来てください。ぜひよろしくお願いします。そうだね、今津さんご指名で来て、あの今津さんから車を買ったら私たちが、うん、どうする、今津さんにジュースをおごる。ジュースなんだ、うん、あ、なんで今津さんにおごる。そのお客様にだよね。で今津さんにジュースをおごってもらえばいいんだよね。そうですね、私が、はい、よくわかんない。お客様にもね、じゃあ今日はね後でプレゼントがあるんで、そこだけちょっと撮影させていただきましょうかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあかっくん、はい、お礼と、はい、あと今日バレンタインデーってことなんで、はい、今ちょっとバレンタインデーってチョコレートじゃなくてもいいですよね。もちろんそうです。、はい、じゃあかっくん、はい、はい、我々タンクポップのデビュー曲、はい、越谷のネギという曲歌ってますので、はい、今日は越谷ネギを多分スタッフさん一人一人に足りる分ぐらい持ってきてますので、はい、あの代表して今津さんに、あ、そうですね、映ってないところにもごっそりやる。はい、じゃあ越谷ネギです、どうぞ、はい、おめでとうございます。どっちがおめでとうございます。本当ですよ、おめでとうございます。ありがとうございます。それとそして価値が出るといいね、それ今後ね。あとこちらがですね、ずいぶん丁寧に入っております。あ、そうですね、すげえ。これあのワッコがイラストを描いてくれまして、はい、あのタンクポップのサインも入れまして、はい、マイネッツ東越谷様宛てに色紙を書いてまいりました、はい、こちらも一緒にお渡ししたいと思います。はい、本当にね、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、それ10年後ぐらいにね、はい、価値がどんどん出てくると思うので、そうね、はい、僕らもあの5周年武道館目指すって言ってますけども、うん、マイネッツ東越谷さんは30周年、うん、はい、おめでとうございます。そうですよね、ね、うちらも30年経つと俺80になっちゃうんだけどさ、僕も人生100年時代だから、そうね、あのそのぐらいまで元気でできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ね、今度タンクポップの車がタンクになったので、はい、このガイアちゃんナンバーの越谷、あ、越谷ナンバーのガイアちゃん付き、はい、全国に走り回る日を夢見て、はあ、そう、行きましょう。越谷は全国に、そうですね。本当ですね、はい。今津さんがタンクポップに売ってくれたものって、うん、車だと思ってると思うんですけど。うん、車だけじゃないってことに気づいてくださいね。そうですよ、これ幸せを運ぶものですから。そう ね、 ね、うん、であと私なんかは、はい、あの人の心を動かすのはこうしたらいいんだっていうのを全部学びました。本当に大きな買い物を人にしてもらうのって大変なことで、嫌な方からだったら絶対買いたくないじゃない。 そうですね、うん、それを学ばせていただきました、うん、ね、ありがとうございます。じゃあ今後ともぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タンクポップ YouTube マイネッツ東越谷の皆さんです。今日もお疲れ様です。いやーね、じゃあ、はい、
突撃インタビュー、どんな心意気で業務をしているか、はい、いきますよ。はい、今津さんから、はい、はい、お客様のためにお客様の笑顔のために毎日働いています、はい、そしてお客様のためにずるいね、ずるいね、どんだけお芝居のためにお芝居のためにお客様のために頑張ってるんで ね、はい、じゃあ最後にしますからね、稲田さん最後ね、はい、あ、もちろんお客様ね、重ねて、そして、はい、お客様のために、お客様のために全力でやるというね、はい、はい、お客様のためにもちろんです、もちろんですね、もうそれしか言えないですよね、はい、こうなってくると、じゃあ最後、はい、店長、店長、はい、はい、越谷を元気にするためにやっております。ではカックン、はい、私たちと同じじゃないですか。そうです ね、タンクポップ元気楽天ユニットですから、はい、越谷から全国にタンクに乗ってタンクポップが元気を振りまきに行きますんで、頑張りましょう、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんネギ持ってますよね、越谷のネギっていう歌を私歌いますから、振ってください。それでお別れしたいと思います。はい、越谷のネギ、そうそう、振るだけです。越谷のネギ、私は美味しい、越谷のネギ、こういう納車って初めてですよ。タンクポップ YouTube チャンネルでした。ありがとうございました。お世話になりました。おいしいぞ、出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすね。